こんばんは、橋本京明です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。この度、京明塾第3期生の募集が始まっております。今回は非中水明、急性気学2つのコースをご用意しております。いずれも今年の6月3日4日開講となります。非中水明は生年月日と生まれた時間から1年間にて約59万パターンを導くことができます。その方の運命宿命を知ることができ、悪い事柄の解除方法もご説明いたします。急性気学は主に方位学となります。基地方位、強方位を計算して引っ越し、旅行、仕事、買い物などに使用いたします。また相手の悩み事が分かり、それに対しての処方の仕方も説明いたします。どちらも橋本京明が個人鑑定にて使用している技をいくつかご紹介いたします。授業内容は橋本京明が直接 Zoom にてご指導いたします。非中水明や急性気学を深めたいとお考えの方、また学びたい方はこの機会にご応募お願いいたします。非中水明コースの方にはこちらの御朱印帳を渡します。急性気学コースの方にはこちらの御朱印帳を渡します。ぜひこの機会にご応募よろしくお願いします。3月12日に発売されました日本最後の陰陽師橋本京明の霊供養の本、現在発売中になります。この本自体が守護霊供養のお守りとなります。また値段にも秘密が隠されております。ぜひ皆様お手に取ってご覧くださいませ。よろしくお願いいたします。苦しくないんですか？結構。ん？それでもいい。ん？つけた状態でいい。だって嫌じゃないですか？ずっとついてる。釘をポーンって投げてくれたら。縄取ります。それだけでいいです。取ります、取ります。恨むなって言わないですけど、釘だけ取ってくれれば縄取ります。ピーって入れてまでいいですか、言葉。では置いてください、約束です。恨んでもいいことないですよ。ん？自分のお家に帰るか、お墓に帰ったり。行きたいとこがあるんだったら行きたいとこに行ったり。また一つだけ聞きたいんですけど、そこで殺人事件ってあったの分かります？あ、そう、犯人見つかってるやつ。今2021年3月23日、3週間しか経ってない？だったら早く戻ってくださいよ。
大丈夫ですか？大丈夫です。全身白です。全身白、はい、で葬式やって、うん、ちゃんと供養されてる状態なんですけど、うん、男性これまでに、ね、好きな人がいて、うん、なんか出会い系みたいなやつで出会ったらしくて、うんでうん、いい言っていい、うん、それで最初にこうお金を渡して、うん、結婚のお金が欲しいするのにその事業するから手伝ってほしい、うん、で事業がちょっと傾きそうだからまたお金を貸してほしいって言って、親からとか消費者金融から借りて、うん、で結婚の話になったら急に彼がいなくなって連絡も取れなかった、うん、首吊り、釘で何をしたんですか？刺そうとしてたんですよ。気持ちはすごい分かりますけど、うん、そこはちょっとほっとけなかったんで。3週間前ですか？はい、3週間前です。今何してます？いますよ、立って。お家ってどこにあるんですか？なんでここにいるんですか？え、彼の家が近く？あ、うん、彼の家が近く、この子に住んでいて、うん、この近くに彼が住んでたらしいです。家に帰ってください。入るんで話しづらいな。ないです。どこ行っちゃったの？この前これにいたんですよね。はい、指さした作業服の男性が、どこ行ったんだろう。
4人います。え ?4 人ですか。いや、そう、人います。4人。人数は見えないです。付近やっぱでも霊は多いですよね、今まで行ったところに比べても。そうですね、意外と多いです、うん、霊にとっても住みやすいかもしれない。お坊さんみたいな方が、こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうしてここにいるんですか？僧侶だったんですか？僧侶。僧侶だったんですか？ここで何してたんですか？話してもらえると嬉しいです。変な人がいる。変な人ってどういう人ですか？生きてる人、生きてない人、生きてない人、生きてない人がバリ悪いことする。え、悪いことって何ですか？取り付いたり、それを追い払おうとしてたんですか？ありがとうございます。なんでここの場所を選んだんですか？もともとこっちのこの辺に住んでて修行して、どこで修行したんですか？和歌山。お寺が和歌山。よくここまで来ましたね。ありがとうございます。お坊さんすごいですね、うん、悪い例を、はい、お経をあげて、はい、来ないようにしてるんですよ。今はお経をあげてるんですか？お経今あげてないです、うん、あ、ちなみにですね、ちょっといいです。殺人事件があったじゃないですか。なんか聞いたことあります？
なんか前、以前来た時に緑の作業着だったと思うんですけど、その方が家指さしてたんですよ。で、その方が教会に行くと分かるって言ってたんで、ん？あんまりつくまないのに、そういう、なんですかね、そういうの、経路はつくまない、そういう経路は全然興味がないって言ったら変ですけど、犯人だけがどういう人なのかなと思ってました。教会？で、その方も教会って、それしか教えられないんですか？なんかいろいろ聞きたいです。せっかくお会いしたので。聞いた話でいいですよ。その、主って、その、亡くなったお父さん、はい。あ、知り合いっていう人がいたんですか？ですよね。だったらいろんなとこ、ね、なんか、ありえない空間から入ったとかってなんか聞いたことがあったんで、そこ入れないだろう。そうです、確かに入れないと思います。知り合いだったから開けたんですかっていう話を聞いた。ありがとうございます。知り合いだったらどういうことですか？その主の共通の知り合いだったみたいだよって言ってました。犯人か？じゃなきゃあんな狭い窓から入れるわけないだろうって。赤いコートの方行ってみます？はられてます。いないですか？まだ管理いるんですか？あれ、いない。いない。変だったんですかね。ここのお家の奥のベンチって言いませんでしたっけ？あー、あったかもしれないですね。一回いいですか？はい、すいません。あ、そうそう、その人このベンチ見てないですからね。窓から入ったって言われてましたね。あの窓です。あの窓かもう一個か。
教会行きます？行きましょうか、はい。さっきのお坊さんも教会って言ってたんですか？教会って言ってました。その、忠告されたんですけど、うん、いや、その、経緯は調べるなよって言われました。うん、経緯を調べる。先ほどのお坊さんみたいな方、うん、例ですけど見ると、なんかほっとします。はあ、何もわかんない。誰もいない。霊もいないですか？はい。なんで教会というのかがわかんないんですよ。違う教会かもしれないですね。教会いくつかあるので、次回ちょっと教会いっぱい回ってみますか。はい、でもやっぱり教会に行かないとわかんない。進まないですもんね。なんで教会に行けっていうのかは何があるんだろう、うん、次回は教会もあり、うん、しましょうか。